を披露してくれるスーパーゲストと中継がつながってるんだぜ。ドライクロニカだ。会場のみんな、そして配信で見てくれているサンドギャラクシー中のみんな、フェニコにハロー。こんにちは。僕たちは今レインボーギャラクシーツアーの真っ最中なんだよ。今日はここからプレシャスでブリリアントなステージを君たちのハートにデリバリー。今日は最高に楽しんでね。わあ、修造君たち久しぶりですぞ。銀河中継で出演されるそうですよ。ほう、相変わらずの活躍ぶりですぞ。僕たち夢銀河ツアーへと旅立ってからずいぶんいろんな星を巡ってきたね。はい。それぞれの星にいろんな魅力があって、毎日がワクワクの冒険旅行だったよ。はい。同じ曲を歌っても惑星によって夢銀河ツーリストの皆さんの受け止め方も様々で、毎回ライブも新鮮に感じられます。そうだね、素敵なディスカバリーがそれはそれはたくさんあった。だからこそ僕は思うのさ、今度僕たちがサウンドプラネットに戻った時、あの星はミディシティは僕たちをどう受け止めてくれるんだろうかって。お、トライクロニカさん、スタンバイお願いします。おさあ行こうか、二人とも。はい、はい、修造くん。あの場所はトライクロニカのレジェンドオブ独壇場。習慣とはいえ新人でその座を奪えるほどのバンドとは。何やってんだよシュウ。なんだよ、変わんねえなここは。すべきレッドトマホークを手に入れることができたんだけどな。だな、ゆえに今宵。え、ロムは？そのことなのだが、CD？ なんだよこれ。先日社長に頼まれ古き資料を整理していたのだが、その時これが。どっかのバンドのか？いかにも。あ、なんだ？誰だこの黒き翼を広げしブラックスワンは。だっせやつら。これは。こ
これは天城歌声で乙女の心臓の鼓動を激しく打ち鳴らす光の軍勢、トライクロニカのボーカルではないか。虫みてえなヒラヒラの衣装着てファンのことを夢銀河ツーリストとか呼んでる、トライクロニカのボーカルじゃねえか。いかにも軽佻不白な笑みを武器とするトライクロニカのボーカルのかつての姿だ。で、このムカつく野郎が何だったんだ。まさに禁忌の領域をも踏み越えた衝撃の事実と言えよう。今この神の動揺が内なる宇宙を震撼させている。ああ、拙者もお主たちと同様に初見の際脳天を打ち据えられたようなレジェンドオブ衝撃を受けた。あのちゃらけた修造とロムが同じバンドだったってことか。うん、その名もアマテラスト。あ、神秘響きの良い歌だ。ゆえにかつてロムとシューゾー、いやシューは共に魂を磨いていたということだ。思い起こせば、そんなの後回しにしてシューゾーが言ってたのより最強なやつを考え。うるせえ、そいつの名を口にするんじゃねえ。売れりゃいいってもんじゃねえだろ。何のようだよシュー。その名で僕を呼ぶのはもう君だけになってしまったね。ロムとシューゾーの間にはただならぬレジェンドオブ因縁があったと考えてよかろう。ああ、で、もう聞いたのか。まだなのか。拙者は臆病者ゆえに。ああ、一人で聞くのはきついよな。途切れることのない浮かんでは消える君との思い出がこの胸に眩しすぎた記憶幻想とともに歳月はひび割れてゆく。 Take me away。約束は永遠の時を溶かして空に消えた。この手で抱きしめた想いが錆びついた胸を締め付ける。激しく落ち着ける雨の中滲んだ言葉を見つめた。修造くんの優雅な時間を奪うことになっちゃうよ。でも優雅じゃない時間なんて修造くんには存在しないぞ。確かにそうだけど。さあ行くぞリク。ちょっと兄さん。ツインズたち、君たちもこっちに来てミルクティーを楽しまないかい。ああ、はい。それで何か僕に話したいことがあったんじゃないのかい。はい。あの、これなんですけど。ん？飛ぶ鳥を落とす勢いの新生バンド、トライクロニカ所属のジューダスからデビューするや否や、あっという間にミディシティの頂点に。どうしたんだいツインズたち。僕たちの後輩バンドが人気者になることに何か問題でもあるのかい？むしろハッピーなことなんじゃないのかな。それは僕もそう思うんですが。俺たちが気にしていたのはその下の記事なんです。ん？アルカレアファクト、 BRR 所属のシンガンクリムゾンズに対バンで圧勝。しかし
不正の噂も。アルカレのメンバーはみんなお金持ちらしくて、その財力に物を言わせたって噂まで出ていて。カイ、リク、君たちは本当に心がカインドなボーイズだね。でもこんなゴシップ記事に振り回されてちゃダメダメ。いつも言ってるだろ、僕たちのするべきことはとびっきりの音楽をファンに届けて、みんなのハートをプレジャーとハピネスで満たしてあげることだって。音楽を愛する者の心は決してお金で買えやしないのさ。その通りです、修造くん。思い切って相談してみて、僕すっきりしました。それはよかった。お？どこでこれを？事務所の倉庫に眠っていたようだ。そうか、これは俺がやっていたバンドの最後の曲だ。最後の？お前の夢は幻想なんだよ。俺は昔こいつとバンドを組んでたんだ。その頃の俺は音楽をやっているだけで、それだけで魂が満たされていた。ただがむしゃらに走り続けた。怖いものなんてなかったし、本気で頂点を取れるって思ってた。けど俺は気づいてなかったんだ。バンドの目指す場所がいつの間にか変わっちまったことに。あいつは遥か遠くの景色だけを見ていた。鼻からな。結局バンドは解散。俺たちは別々の道を進むことになっちまった。ロム、あんた。昔の話だ。さあ、今日はもう遅い。明日から目いっぱい練習するからな。あれでよかったのであろうか。ロムの後悔という空洞に吹きすさぶ風はないだはずだ。しかし、ん？クロ、俺に考えがある。待たせたな、ロム。バカ野郎、遅えぞお前ら。せっかくの合宿の貴重な時間を一瞬たりとも無駄にするバリーナ。さっきまでこの曲作ってて遅れちまったぜ。ああ、曲だと？グレンに燃え盛るソウルフルな魂黙示録の俺様とヤイは、ついでにアイオンの全魂を持った熱すぎる曲だぜ。あれから作ったってのか？あうい、やおかげで一睡もしねえけどな。ロム、俺たちは…言うんじゃねえ！頂点に立つためにその力を使って何が悪いと言うんだ。てめえは！シュ、どけよてめえ。どかないよ。どんな理由だろうが彼らは僕の後輩くんだからね。ロム、君たちは拳で戦うのではなく音楽で戦うべきなんじゃないのかい？行くぞ。お前の言う通り、今夜はむき出しの音楽魂をぶつけてやるぜ。何でもお金で買えると思ったら大間違い。この勝負で何が一番大切なのかがきっと君たちにも分かると思うよ。じゃあ頑張ってね。なんだよ、別に不正なんてしなくても
十分実力あるじゃないか。兄さんの言う通りだ。正々堂々と戦えばいいのに。何か良くないことが彼らに起きているのかもしれないね。行こうか、ツインズたち。もういいんですか？ああ、カイ、リク、いつも僕を輝かせてくれてとってもさ、ありがとう。はい、さ、行こうか。つかおっさん遅くない？あのおじさん、人には厳しいけど自分に甘々だね。よくねえな、そういうの。パメ、やらなきゃいけないことがあるぜ。やあ、みんな。修造さん。修、なんでお前がここに。お前らみんなが一丸となってビクトリアスに立ち向かう新曲を作るんだ。というわけさ。しょうがねえ。こうなったら俺様とっておきのグレンに燃えた、決して揺るがないブレーベストなスピリッツで、とびっきりファンタスティックでブリリアントな曲を一緒に作ろうよ。はい、修造君。こいつらとだけは絶対嫌だ。の思いを込めた曲を作ろう。そしてそのつながりを確かなものにしてくれるのもまた音楽だ。引き違いやわだかまりも心に響くメロディーがいつの間にか消してくれる。力を合わせて世界を守るんだ。シュート君、これほどの力だとは。まずは邪魔なこいつらを闇に飲み込んでやろう。その上でこのサウンドプラネットを暗黒星へと変え。いよいよ闇の女王ビクトリアスとの勝負の時が来ましたぞ。僕のとびっきりレインボースマイルシャイニースターでキラリンとやっつけてあげちゃうよ。シリザオ君、とってもサンキューですぞ。とってもサンキュー。ジャンを献上しなければこのものがどうなるか。みんなの演奏でこのメロディシアン・アルマースに音楽パワーを注ぎ込むでありんす。白くて高く輝いて一人きりじゃないこの星でもう一つ気づかされたことがある。さ、それを。